藤信忠は、戦国時代の武将、藤氏当主、大宮城の城主、富士山本宮浅間大社の藤大宮寺であり、今川氏家臣であった、大宮城の城主として、武田勢と交戦を繰り返した。信忠が、藤大宮寺を務めた、富士山本宮浅間大社今川家のお家騒動である、花騒の乱の際、信忠は、清武、商法を支持した。その後も、吉本の動きに同調し、 加藤の乱事は、富士情報での先行を吉本より称されている。しかし、永禄三年の桶狭間の戦いを契機に、今川両国では、動揺が起こり、今川氏から離れていく者も,もいた。一方の武田は、今川方に泊まっており、永禄四年七月には、今川氏真より、大宮城大に任命されている。その後、今川氏と同盟関係にあった武田氏が、 同盟を破棄しするが進行を開始しても、信忠は今川陣営に止まっていた。しかし、今川氏は勢いを取り戻すことはなく当主である。宇治真は掛川城に落ち延びて老城。その後解除し、戦国大名としての今川氏は滅亡した。このような今川市長落の最中で、富士氏は後法上氏の庇護援護を受けるようになり、後法上氏から信忠宛ての発給文書が、 確認されるようになる。北条氏政は、A61 年12月、信忠に大使選考を称するとともに、大宮城中の求人領地の安藤を約束し、今後の選挙次第では、伊豆国に領地をあてがう約束をしている。A62 年2月には、北条氏康安が信忠に、敵地の様子を探るよう指示している。また、同年五月三日、氏真が氏政の着手である国を丸に、 鶴河国衆の名跡を譲る約束をしたことが、信忠宛の書状で確認され、同28日には今後は、北条家が富士家を引き立てるとしている。富士氏は、武田氏の攻撃に対し防衛に成功するなど、前線するが、宇山真の環上に、信玄一体軍とあるように、信玄本体の大軍からなる攻撃を受け、信忠は、穴山信君を通じて解除することとなった。しかし信忠は、 大宮城開城後も北条方に泊まり続け、北条方の神原城において、武田勢と交戦するなどしている。宇治政は、大宮城を失った信忠に、伊豆国河津の居住地を与え、また先行に応じて、富士情報の支配権を認める文書を発給している。しかし、元気2年に、宇治真より暇を与える、胸の感情が着死であるのぶ道に発給されると、富士市は、今川、 北条税から離れることとなる。その後の元気3年4月に信忠は、甲府へ赴もむいている。この際に、道中の安全保障を担ったのは、原正種であり、また正種は大宮城周辺の支配にも関わっていた。このように、武田氏に帰属することとなり、同年5月には信玄より、祭りを務める、要指示する、旨の文書が発給されるなど、武田陣営としての体制が整えられていった。 天正4年の公文富士市の相続に関わる契約書に富士相模入道とあり出家しているため、少なくともこの時点で家督は着手であるの道へ相続がなされていたとされる。ありがとうございます。